こんにちは。お久しぶりです。さて今日は初の作品となるんですけれども、タティングレースをしてみたいと思います。まずタティングレースっていうのはこういった作品なんですけども、いくつか作りました。こちらの糸を使っています。レース糸の、おそらく40番だと思うんですけども、締めのだるまレース糸かの糸を使いました。こういった作品とか、あとこういった作品を作りました。本来だったら鍵編みでレース編みをした後はアイロンかけるっていうのがあると思うんですけども、タティングレースの場合は風合いを編んだ後の風合いを生かしてあえてアイロンをかけないというのがあるそうです。ただイギリスのお城などではちゃんとした、これはモチーフなんですけども、モチーフはモチーフの良さを生かしてアイロンあえてかけないっていうのが多いらしいんですけども、この大きいサイズ、テーブル式テーブルクロスのようなドイリーの大きさだと描けるというのが、その西洋のお城での装飾品にあるそうです。で、このモチーフを編んで、こういったコースターをかぎ編みで作ったものに貼り付けたりとかしてあしらっていました。グラデーションなんで、すごくグラデーションの色合いがよく出たものなんじゃないかなと思います。実際にこの4枚モチーフの、花びらを参考に作ってみたいと思います。これの場合は5目編んで1つピコ、ウサギの耳の形のような出てるところがあるんですけども、ここで1目で、5目編んで、またピコを編んで5目編むっていう形になっています。今回練習では3目編んで1ピコ編んで、で3目編んでみたいと思います。使うものとしてはこちらの、オリンパスのレース糸40番、グラデーションが綺麗に色が出るかと思います。であとこちらのシャトル、こちらは手芸店で売っています。作りとしてはこんな形になってまして、ちょうどこの、糸がかかって見えてないんですけども、中心に穴が開いています。この穴のところに糸をこう入れる形にします。で入れるとこんな感じに糸巻いてるのは糸出てないんですけども、こう出した糸をここに引っ掛けて、でここで一結びして、ここでキューッと縛ると、ここでスル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 と結び目が近づいてここでストップするので、角をこっち側にしてこう持って手前から奥へ行くと、こうパチッパチッっていうなんか音が出るので、これを繰り返しても60回から80回ぐらい巻きつけます。あんまりここから出ない方がいいそうです。で、糸を実際編む時は、
こんな感じの状態とかこんな感じの状態とかあるんですけども、編みやすいのは、まあ、この状態でスタンバっている状態が一番編みやすいと思います。で、描き方なんですけども、糸があって、私の場合はこうかけて、まあ、適当なところで、まあ、このシャトルの糸とこの糸が似てるので、この交差点を、まあ、いきますね、を止める。で、まあスタンバイ状態はこんな感じでちょっと持っていて、でこれでちょっと入れます。で、まあこのまま角をよく見てもらったらいいんですけども、こんな感じでかけます。まあ、ちょっとまあずれると思うので、ここはまあここは微調整しながら打ちます。で、こういう状態から編みます。で、まずあの裏目の方からここに糸をかけますね。あ、もう一度いきますね。このスタンバイした状態でシャトルに下から上にかけて、この手にかけている糸の下をくぐらせるとこんな感じになります。この時にこの指はちょっとこの力を抜かせて、ここの糸をピンと張ります。で、今度はこっちの糸を張り詰めます。するとこういう形になります。これが裏目です。表目は先はこっちの糸をかけてたんですけども、今度はかけずに、私はちょっとこれでちょっと固定してるんですけども、このお尻からシャトルの下からこう入れて、でこれを出す形にします。そしてこっちの左手を緩めながらピンと張り詰めます。で、今度はこっちの糸を引きます。ちょっとこんな状態になります。で、これを引きます。というところで一目が出来上がりました。はい、先ほどの編み方を あと2回繰り返して3目編んで編みました。こんな感じになっています。で、次はピコの編み方です。先ほどまでの交差点をこう持ってたんですけど、これを数ミリ、この親指をこの支点よりかは数ミリ、ちょっと上の方に、青いの方にというか、こういう風に移動させた状態、ずらした状態で持ってみます。で、これで、まあ、先ほどの同じように裏目、指は親指は動かせない状態でここで止めます。で、このシャトルを上から下へ、で人差し指緩めてピンと張り詰めてやります。こうすることでこの親指の中何が起きているかというと、こんな感じになっているかと思います。で、この親指を使ってこの部分のところをギュッと引き寄せるとこういう感じになってくれます。でも、ここで一目編んだので、もう一回、あ、その時にこの糸がだんだん短くなってくるので、この場合はこの下の糸があると思うんですけども、この下の糸を引っ張ってあげるとここの糸が伸びるので編みやすくなります。裏目、